はい、ただいまドライブレコーダーのテストをいたします。オートで撮っていて10分間の繰り返しの設定になっているので、この動画は10分後自動的に切れるような感じになると思います。天気は晴れですね。気温が、車内気温が今現在26度、先ほどよりちょっと暑くなってますかね。曇り 20% となっています。予報としては最低気温が18度、最高気温が23度という天気でございます。場所は那覇市でございます。今から、国際通りを通っていきたいと思います。ここは雲地側ですね。雲地の交差点でございます。正面に見える大きな建物が県庁だったりしますね。右には議会所があったり、でさらに右の奥の方には那覇市役所などがあったりします。でこの信号を左に曲がると国際通りということになります。ちょっと国際通りの方入っていきたいと思います。と言いながらまだ進まないですね。遠くの方にうっすらマリカーが見えますね。マリカーが1台、2台、3台、4台、5台、5台通ってます。6台、マリカーが6台通っておりました。左折信号が出たので国際通り入っていきたいと思います。このドライブレコーダーのテストは、この昼だけではなく夜もね、一応やりたいなとは思っていますが、とりあえず昼の部ということで上げたいと思います。どういう感じでね、映っているのかということで、感覚的には少し逆光気味になっているのかなということではありますね。設置場所の関係でこのドライブレコーダーはちょっと斜めになっているかもしれないんですが、通るかな、渡るかな。国際通りをそのまま通っていきたいと思います。そうか、音声のテストもしているのであれば、ちょっと窓を開けて音がどういう感じになるのかも、せっかくだからやりますか。で今日はやっぱり気温的に暑いので、半袖の方もね、結構ちらほらして、沖縄もこれは冬はもう終わりな感じですかね。朝夕はまだちょっと寒かったりするんですけど、さすがにね、もう昼は暑いですね。短パン、半袖の人もいますからね。で、T シャツに長いシャツつけてた人は、暑くて多分シャツを脱いだりとかね、そういう感じになってるとは思うんですが、なかなかの暑さかなという感じですね。110番、大じゃなから那覇って書いてますね。バスあまり詳しくないんですが、これは比較的新しいバスなのかな、ちょっとよく分かってないんですが、沖縄には古いバスがね、なんか走ってるみたいで、そのバスを見るために沖縄に来て写真を撮ってる方とかいますからね。うわお、松尾というところあたりですね。あそこ駐車場になってた。早いな、駐車場になるの。すごいな。行けるかな。ボールドーナツパークは。そろそろ行けたらいいけどね。夜と違って昼間はちょっとバスとかね、車の量が多いからか、排気ガスがなかなかの感じですね。あと動画にはしてないんですけれども、なんだっけ、バイク。車のね、ドアが錆びてボロボロで穴が開いててですね、それを、まあ、とりあえず
埋めて、で塗装もしたんですが、やっぱりね、ちゃんとヤスリがけっていうかね、サンドペーパーでちゃんとツルツルにしなかったので、ボコボコの状態で塗装しちゃったので、ね、ちょっと変な感じになってるんですが、まあとりあえず、サビで穴が開いた部分は埋まったので、まあいいかなと。ちょっとお客さんが来る前に、そこ穴を埋めたかったので、慌ててやった感じです。もうちょっと計画的にね、綺麗にやればもうちょっと綺麗な仕上がりになったと思うんですが、とりあえずサビの穴は埋まったということで、ちょっとだけね、ほっとしている感じです。なんか着物をつけた人が歩いてたけど、あれは何だろう、レンタル衣装か何かなんですかね。それとも、なんかイベントがあるのかな、何だろう、全くわかんないんですけど。なんか和服の5、6名の集団がいたんですけど、なんか、着付け教室とかなんですかね。それともまだ全く関係ない何かなんですかね。時間帯なんですかね、ちょっとガーリックステーキの香りがしていました。なんか昼間でもするんだ。もうちょっと混んでるかなと思ったんですが、意外とスムーズに走るので、最初このね、ドライブレコーダー10分以内に収まらないかと思ったら収まりそうですね。今現在7分ぐらいなので、ユイレールの牧師駅あたりまで来ています。この牧師駅を過ぎて、この辺ちょっと人通りがまだ多くなって、駅周辺がね、最近ちょっと多いかなという感じで、ということで、このなんだろう、ちょっと煙のでそろそろ閉じようかな。ということで、国際通りの音もテストにね、どういう感じに映るかなということで、テストしながらということで、ドライブレコーダーのテストをさせていただきました。国際通りね、そろそろ終わりです。ここ、浅戸川ですね。浅戸三佐路というところになります。ここで信号で止まるので、この信号で止まりましたら、ドライブレコーダーのテストを終了ということでさせていただきます。1080p フル HD での撮影でございました。以上、昼晩のドライブレコーダーテストでございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。